オタハの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだファンズプロジェクト、ウォーボットの第8弾、トリニクスアルファだ <laughs> というわけで今日は海外のメーカー、ファンズプロジェクトから届いたサンプルを紹介します。まずはこれはどういった商品なのかというと、先日宝でもリブートされたダイアクロン。 あれの第一弾のダイヤバトルス。まあ、まさにそれのぽい人なんだけど、もうぽい人では片付けられないぐらいの傑作品です。パッケージの中に入っているのが、ビークル A、B、C。それから手前には、名前がないんですけども、コアロボが3体入っています。まずはこのコアロボを見ていきましょう。これがコアロボ。とても小さいです。よーく見ると、頭部の造形が全部違います。まずこれが1個目。2個目。それから3個目。 胴体の造形は3つとも同じで、脚部。横から見るとわかるんですけども、この肩の部分とか足の部分、カラーリングと造形が共に違います。頭部がボールジョイントで動いたり、肩、腕、足、こんな風に動きます。ちょっとわかりやすい大きさ比較しましょう。トランスフォーマーレジェンズの、この間発売された、ブラこれは頭部に変形するやつですね。 うん大きさが、まあ、二回りぐらい違いますね。こっちの方が小さい。ちなみに、ロボット魂のガンダムを横に並べると、こんな感じ。まあ、大変小さいものであることがわかります。コアロボはこんな感じ。さあ、次がビークル。ちょっと順番に見ていきましょう。これがビークル A。このようになっています。まあ、なんて言うのかな。こう、山輪のバイクというか車というか、うん、面白いデザインですね。 このようにロ走行ができます。材質はすべてプラスチック。各部のこのメッキが綺麗ですね。それから各部にクリアーパーツ。こことか。あとはこのタイヤの部分ですね。ここ。こ塗り分けも綺麗ですね。薄いライトブルー。それからシルバー。で、ここにコクピットシートがあります。こんな風に起こして、後でここにコアロボを乗せます。次。これがビークル。B。 このなんていうのかな謎ビークルっていうのかな <laughs> このフォルムがたまりませんでここにもコックピットシートがありますでこれはコロ走行とかはできないですねこうキャタピラになっていますそしてこれがビークル C デザインはこのようになっていますこうキャノン砲があったりこうブルドーザーのあの先端の部分みたいな感じとかでここがコックピットシートですねクリアーパーツ こんな感じ。続いては大きさ比較。トランスフォーマーのブラとちょっと比較してみましょう。ちょっと一番でかい。ビークル C。こんな感じ。それから B。うん。大体それぞれのこのビークルの大きさっていうのはデラックスクラスって言っちゃってもいいんじゃないかなと思います。これが一番小さいんですよね。こんな感じ。一緒に並べると、このようになります。 コアロボを各ビークリに乗せます。まずは A。ここのハッチを開いて、ここですね。やこんな感じ。こういう風に乗せて、ハッチを閉めます。次は B。このコックピットの部分。ここにくぼみがあります。ここに、このコアロボのここ。これをはめるような感じですね。登場このようになります。 そして最後、ビークル C。C を乗せる場合は、ちょっとこの辺が干渉してしまうんで、ちょっとこう、動かして、で、ここにくっつけます。登場このようになります。コアロボを全部乗せると、このようになります。さあ、お待たせしました。この3つのビークル。 それから3つのコアロボが全部合体して、トリニクスアルファになります。それでは行きましょうレッツトリニクスコンバインコアロボは取り外した状態からスタートします。まずは B から行きましょう。これのね、全部のオタファテクニカルレベルはそんなに難しくないですね。まあ、まあ3体合体なんで、オタファテクニカルレベル5かな ?5。それでは、ゆっくり行きましょう。このパーツが取れます。 これは後ほど、あの、他のメーカーの余りパーツと合体して10になります。うん、ちなみに、この銃を外した状態。これはこれでいいですよね。なんかこう、ガーランドみたいな。矢作称号が乗ってそうな感じ。うん、ここからスタートします。で、えー、ちょっと分かりやすいように、ここの8、ちょっと一回開けます。ここからスタート、うん。まずは、頭部。これ、ビークルの時こう、顔がこういうふうになってるんですよね、うん。この顔を起こします。ここ、せーの。 こう上に起こしたら、ここにヒンジがあります。このヒンジをこう折り曲げるような形で、こう曲げながら、この中に押し込みます。こう。そしたら、この根元の部分、ここから反転させます。180度。そしたら、このメッキのパーツ、それからこの赤いパーツ、これが連動して動くんですけども、この赤いパーツ、ちょっとこれを飛び越えるような感じで、こう上に持ってきて、こう。 で、この赤いパーツ、これを下に下ろす。反対側も同様です。こう。そしたら、このハッチを閉じます。そしたら最後、この背面。ここをスライドさせて、ここがヒンジですね。2つのヒンジ。これをこう、こういう風に稼働します。ここを移動させて、このグレーのパーツ、ここも反転します。 で、ここに突起があります。で、ここに受け。で、これを、こう、中に、こう、セットするわけですね。ここが、ちょっと、こう、タイトというか、固めに作られています。まあ、硬い分には僕はいいです。ちょっとゆっくりやりましょう。入るかなせーの。うん、入った。これでがっちりですね。これで B の変形完了。さあ次。B くる B。まずは、先端の10。 これを取り外します。で、これはここにグリップがあります。で、まずはこの黄色いパーツ。ここにロックがあります。これを外して、ちょっとこう動かして、このウィング、このパーツを、こっちに収納します。そしたら、このコックピットハッチの横。これが腕なんですけども、ここの横にピンがあります。これです。これを外す。 そして、ここにロックがあるんですけども、これが硬くてまだ取れません。これはどうやって外すかっていうと、ちょっとこう、これが腕の肩なんですけども、肩をちょっとだけ動かすと、簡単に外れます。こうなってましたね。で、キャタピラ、これを内側に、こう密着させます。で、こう、下に倒す。で、この時に、こう、しっかりは止まらないんだけど、位置ギメのピンがあります。 こうですね。ピンを外した、このコックピットハッチ。ちょっとこっちから見てみようか。<laughs> こういうふうになってました。うん、で、これを、こういうふうに折りたたんで、ロックします。そしたら、再び正面。この赤いパーツ。これを外側に引っ張ると、ロックが外れます。ここと、ここ。この関節を伸ばします。そしたら、これがウィング。まあ、こうですね。 判定側も同様。いいですね。<laughs> あの、レビュー中申し訳ないんだけど、あの、なんていうのかな、こう、いじりながらウィーンって言いたくなるような、うん。ブンドドしたくなるような。うん。これで完成。さあ、そして最後は、ビークル C。このキャノン砲。これを取り外します。まずは、この後ろ側。ここの可動軸を使って、これに伸ばします。 ククリックが入ってますねこっちがロボットの足になった時の正面ですね裏側このクリアパーツこれを中に倒してキャタピラこれを内側に密着させますそしたら左右を分離させますそしたら上側のこここの真ん中の部分をご覧くださいこういう風になっていますこう開きますそしてこのコックピットハッチこれを折りたてみます 正面を向けると、このようになっています。足を前に向ける。次はここ。これを押し込んで、この赤いパーツ。これが、こう分離します。こう。こっちがかかと。で、角度を変えます。こうですね。でこっちがつま先。これを前に向けます。 それからこのつま先なんですけども、あのー、これは説明書に書いてなかったんで、これで合ってるかちょっとわからないんですけども、実はここは動くんですね。この黄色いパーツを押すように、この赤いパーツを下に倒します。せーの。うん。今見えたかなここにワンクリックがあるんですよね。こう。これで、あの、設置します。判定側も同様。押し込んで、つま先とかかとを分離。かかとはこの角度。つま先。 あのワンクリック展開しないとここがちょっと角度が違いますこうですぴったり設置しますこれでビークル C の変形完了そしたらまずはこれ10を作りましょうここのピンを使いますこれがここ そしたら今度はここここ反対側これで武器の完成ですこれちなみに正面はこっちですねそして3体を合体こういうアングルいいですね合体のジョイントはこことこここことここ背面のこのジョイントを使いますまずは、 ここに一度はめて、そして下にスライドさせます。そしたらここのピン。ここ。反対側。最後はコアロボ。3体とも変形手順は同じなので、一つをゆっくり変形させていきます。まずは頭部。これを180度反転させて、これをこの中に収納します。 この上半身と下半身。これを内側にこう、折りたてみます。こう。で、この時にこの肩パーツ。これを左右でくっつけます。これはちょっと気をつけてほしいのが、あの、普通の凹凸ピンじゃなくて、ちょっとこう斜めにして、こう噛み合わせます。こう。そしたらこれが足。これを、ここのピンにくっつけて、このようにすれば、このようになります。 こうパッと見た感じ、エンブレムのようですよね、うん。で、これを、胸部に取り付けます。残りの2つは肩にくっつきます。肩のこの部分を開いて、こっちは黄色にしましょう。反対側。完成これが、トリニックスアルファだ おお、もうここ最近でもう一番心に刺さった。めちゃくちゃかっこいいです。ちょっと早速、天井ってみましょう。おぉご覧ください。この変形ロボット玩ング野郎をこうくすぐるこのデザイン。もうたまらないですね。重厚感があって。う あのやっぱりあのさっきも言ったんですけども古くは1980年代の,あの日本の往年のスーパーロボットっていう感じがします各部を見ていきますまずは顔これがめちゃくちゃイケメンなんですよねこの額の部分はクリアーパーツ目も水色で塗装が施されています 超重心グラビオンのゴッドグラビオンのような、うん、古くはライディーンのような、うん、口がある、まあ、勇者シリーズのような、うん、本当にかっこいい顔をしています。ヒロイックですよね。頭部はボールジョイントで、このように稼働します。腕は最大で、ここまで上がります。この後ろ側にキャタピラがあるんですよね。こういうところもいいです。大きな拳。ここは4本が稼働します。腕のこの部分にクリックが入っています。 変形機構の恩恵で、この胸の部分。腰と胸の間。それから、この合体ジョイントのところ。ここですね。ここが動きます。下半身。足はクリックですね。大きく動きます。横には大体このぐらいですかね。膝は二重関節。こっちの下側のところにクリックが入っています。足首。 ここにもクリックが入っています。ポーズをつけると、このようになります。どっしりとしてていいですね。トリニックスパンチみたいな <laughs>。こう、拳で、こう、ガンガン戦ってるような感じにも見えますよね。派手なアクションもいいんですけども、こういう巣立ちもかっこいいですね。手に銃を持たせます。拳のここにピンがあります。武器のグリップには受けがあります。ここに差し込むようにホールドさせます。こうですね。 銃を持たせるとこのようになります。ま、あこれ名前ないんですよね。うん。自分が好きなように。<laughs> トリニクスバスターみたいな感じですね。いやーいい。銃を下ろすとこのようになります。次は大きさ比較。トランスフォーマーレジェンズのブラこれがデラックスクラスですね。トリニクスアルファの大きさは頭のところでおおよそ22センチ。マスターグレードのガンダム。これが18センチですね。ま、あ一回り大きいです。あ、あとはロボット魂のガンダム。 大きさはこんな感じになります。さあ、それからギミック行きましょう。この胸部の、なんていうんですかね。このプレートのチェンジができます。それからもう一個ですね。さっきこれだったんで、次ちょっとこの赤行きましょう。赤にするとこのようになります。黄色にすると、どうでしょう 僕は個人的に、あの、色味の好みで言ったら、この黄色が好きですね。なんていうのかなこの赤と青が、こう、たくさんあって、アクセントにこう、黄色がポンってあるといいです、うん。こんな風に自由に遊ぶことができます。まあ、基本的なギミックっていうのは、こんな感じです。さあ、ここからはちょっと色々遊んでいきましょう。もう本当に自分好みでちょっと遊びたいなと思うんですけど、個人の好みだと、この肩。 これはこのコアロボがいない方がこうデザイン的には好きですかね。で、これがこう黄色になると。うん。この真ん中だけコアロボがついていると、このようになります。さらに、このなんていうのかな、もう本当に申し分ないんだけど、まあ、強いて言えばっていうことで言うと、この等身バランス。うん。あの、さっき変形の途中でここの縮めたここ。ここをちょっとこう伸ばしてあげると、うん。 こうバランスいいんですよね。うん。本当に、あの、日本のスーパーロボットっていう感じ。まあ、ちょっとここ。うん。まあ、これに目をつぶれば。すごいいい感じなんですよね。自分的にはなんかこう、このコアロボがこの辺に、うん。ちょっと挟んでみよう。うん。これなんか僕はこっちの方が好みですね。うん。このぐらい足が長い方がかっこいいです。これ今、こう、ついてるだけなんで、こうポロッとすぐ取れちゃいます。 ま、こんな風にお礼変形を楽しんだりとか、極めつけは、やっぱりね、あの、武器が、銃もいいんだけど、やっぱり剣。うん。家にある剣、どれでもいいと思うんですけども、ま、僕の場合、こう、トランスフォーマーローストエイジの時の、あの、手目のストード。これがなんか色合い的にいいですよね。ま、この、あの、手の、この穴が結構でかいんで、もうどれでも入ると思います。こんな風にスポッとはめてあげれば、トリニックスブレードっていう感じですよね。あの、本当に剣が似合います。 こんな風に自由に遊べるのもいいです。最後はパッケージと説明書。これが箱になります。ウォーボットというシリーズ。上側にはトリニクス、アルファ。この箱絵もかっこいいですよね。で、裏はこんな感じ。箱の中にはロボットモードで入っていました。それからこれが説明書。中を開くとこのようになっています。あのもう文字がほとんど書いてありません。変形手順がこのように書いてあります。 すごい分かりやすいです。こんな感じですね。で、まあ、名前もビークル C とか、コアロボの名前がなかったりとか、もう本当に、あの、元ネタのダイアクロンのように、もう自分が好きなように、手にしたユーザーがもう好きなように遊んでくださいっていう感じですね。すごくいいです。というわけで今回のファンズプロジェクト、ウォーボット第8弾のトリニクスアルファのレビュー、いかがだったでしょうかいやー、もう見ていただいた通りですね。僕はこれめっちゃかっこよくて好きです。 それから品質も問題ありません。もうガシガシ遊べます。なんかこれを見てると本当に日本のスーパーロボット。うん。70年代から80年代のあの前世紀の頃のあのかっこいいロボットのど真ん中っていう感じがするんですよね。で、今回のこのカラーリングやデザインっていうのは、まあ元ネタがそのダイアクロンのダイヤバトルスなんですけども、それとは違った新しいリデコされたアイテム、ダイゼットっていうやつが発売されます。 そっちの方もすごいかっこいいんですよね。元ネタがトランスフォーマーゾーンの大アトラス。そっちの方は、あの、付属するパーツと、あとはちょっとこう、ギミックが変わってて、こう、一つの巨大なジェット機になるんですよね。それもかっこいいんだ。ちなみにこの商品は冒頭でも言った通り、海外のあのメーカーなので、日本でこう入手するのはちょっと難しいんですけども、あの、僕がよく紹介しているサイト、アップグレードコマンダーにとお取り扱いがあったんで、ここにリンクを貼っておきます。 もしよかったら合わせてみてください。今回の動画、面白かったなぁ。楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんなことでも結構です。おー、おたわこれめっちゃかっこいいよとか。あ、本当になんかこう、日本のスーパーロボットみたいだよねとか。あ、さっきのこの剣を持たせた状態、かっこよかったねとか。俺 <laughs> 変形でこう、足伸ばしてもいいねとか。他にも、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。 それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたでした。